You need to put a verb in its so-called ta form and add ra. Tara. Let's see how to use this verb, aru, in today's expression. First, put it in a ta form. Atta. Then, add ra. Attara. Attara means if you have. This is useful, for instance, when you want to borrow something.10円玉 1,000円コイン だからそういうことなんだよ、はい、ね、あ、子供さん、すいません、ちょっと電話を。あ、どうぞどうぞ。子供さん、すみません。え、十円玉があったら貸してください。十円玉？あるかな。もしあったら。あ、ないな。あ、じゃあ結構です。すみません。針と糸。Needle and thread. Oh, おかえり。あの、小柳さん。はい。針と糸があったら貸してくださいませんか。ああ、ありますよ。はい、どうぞ。あの、もし黒い糸があったら。ああ、黒い糸ありますよ。はい、どうぞ。どうもすみません。安藤さん、私がしましょうか。いえいえ、結構です。ボールペン、ボールポイントペン。小柳さん。はい。すみません、ボールペンがあったら貸してください。はい。はい、どうぞ。あ、すいません。もしあったら赤いボールペンを。あ、赤いボールペン。赤いボールペン。赤いボールペンは。ああ、じゃあ結構です。あ、赤いボールペンはそこにありますよ。うん？どこ？ここ。うん？あ、おお。があったら貸してください。 What this expression implies is, don't worry if you don't have what I want. 小柳さん。はい。もし時間があったら見に来てください。あら、何ですかこれ。あの、今度芝居をやるんです。へえ。あ、
安藤さんももし時間があったら見に来てください。芝居ですか。何ですか。今度小玉さんがお芝居に出るそうですよ。小玉さん is going to perform in a play. 海野さんももし時間があったら見に来てください。He said, please come and see it if you have time. もし時間があったらよろしく。もし時間があったら見に来てください。もし時間があったらよろしく。もし時間があったら見に来てください。Well, today we learned how to say if something happens. Okay, we hope to see you again soon. さよなら。さよなら。さよなら。